はい、どうもホワイトタイガーです。今回はですね、こちら、こちらのエンジンはですね、スズキのジムニー車両型式 JB23、まあ、3型のエンジンなんですけれども、前回ですね、エンジン、まあ、ミッションもそうなんですけども外しました。で、これをですね、エンジンスタンドに乗せてですね、バラバラにしていこうと思います。目的としてはですね、やっぱりシリンダーヘッドの交換ですね。それから、まあ、内部の電源もそうなんですけれども、まあ、使えそうな部品はですね、使っていこうと思うんですけれども、今後ですね、まだ10年20年乗りたいので、また娘も乗るからですね、危ないそうな部品っていうのはですね、その人を交換していこうかなと思います。それではですね、エンジンをスタンドに乗せて、バランバラにバラしていこうと思います。それではやっていきましょう。これ一箇所、ここちょっと割れてるの分かりますか？まあでもこれはこのまんま使っていきたいなと思います。ここはアーシングっていう形ですよね。これも車両側にアースされていましたので、はい、ここ取っていきます。はい、アース取れました。水温センサーですね、外していきます。これで外れます。バキュームセンサーのホース、カプラーがありますんで、こいつ取っていきます。よいしょ。ここ裏、アーシングがあります。ここちょっと見えないんですけれども、ここを取っていって、よいしょ。はい、これアーシングです。で、ギリ見えるね、これは ISCV ですね、のカプラーを外します。多分根元からもうガチガチやね。はい、ここにですね、インジェクターのカプラーが 1,2,3 あります。ここ外しましょう。 1,2,3。 これ感覚センサーですね。感覚センサーもオイルコントロールバルブに、刺さっている配線ですね。はい、これで外れました。あ、外れました。はい、メインハーネス外れました。あとはね、これ1個ずつこうふきふきしていきます。もうこのメインハーネスは再利用なんでですね、よいしょ。左側ですねのマウント外しました。はい、もう一つのエンジンマウントですね。よし、右のマウント外れました。エンジンマウントですね。よいしょ。はい、コンプレッサー外れました。はい、
エアコンのコンプレッサーの下側の、まあ、マウントじゃねえな、ブラケット、まあ、固定用のですね、ブラケットかな、外れました。さあ、はい、外れました。赤サビだ。ウォーターのパイピングですね、外れました。中にパッキンがやっぱりありましたね。パッキンが多分硬くなっていたのかな。錆びてますね、やっぱりすんげー錆びてる。ちょっとですね、これハウジングっていうのかな、ボルト3つで、止まってます。でおそらくこれが水温センサーなんだろうと思いますんで、ちょっとですね、これセンサーごとですね外しちゃいましょう。手で簡単には、あ、出た、水温センサーですかね、やっぱり。はーマジか、これ使えるの。はい、これですね、エンジンのまあ中ですよね。うわー、このサビ、まあちょっと、まあ、やっぱりこのエンジンはですね使いたいので、今さらリビルトなんてですね、考えてないので、まあちょっと蓋開けてみないとわからないからですね、はい、それではですね、インジェクター外していきたいなと思います。インジェクターはボルト2本で、取り付けられているだけです。ただ刺さっているだけですね。はい、インジェクター外れました。はい、ですね、パッキン全部こっちに残っちゃいましたね。パッキンはもちろん交換します。再使用ですね、インジェクターを再使用するにしてもパッキンは交換しますので、パッキンは取っておいてください。エンジンハンガーが邪魔なんだけどねこれを取ってしまえばいいんですけど。はい、スロットルボディですね。はい、裏側はこんなことになってます。ここですね、ウォーターホースがあります。ここからこう入って、ここからこう出るんですね。はい、おそらくですね、この中もおそらくサビサビだと思います。あ、もう聞こえるかな、ホースパッキパキなんですよね。ここちょっと水通し後でちょっとちゃんとしときます。はい、やっぱこの中にもサビが入ってると嫌なんでですね。はい、ではですね、ISCV を外して、こちら側のですね、ここも外してですね、で、ここからですねキャブコンでですね、きれいきれいにしていこうと思います。で、バタフライの方もですね、すごく汚い状態です。こっちから見た方が分かりやすいな。はい、こんな感じでめっちゃ汚いですね。はい、ここもですね、きれいきれいにしていこうと思います。こっちは一回外しているので、もうそのまま外れます。はい、それではですね、インマに外していこうと思います。ちょっとインマに外す前にですね、ここら辺のバキュームセンサー類とかですね、ホース類とかちょっと外せるものは外していこうと思います。まあ、結構ですね、へばりついてるんでガスケットが、そうそう簡単には落ちないと思うんですけれども、よいしょ、わー、オイリー。はい、
インテークマニホールドですね、まあ、サージタンク、外れました、ガスケットがですね多分外れないです。これが外れない紙なんで、まあ、ちょっとポロポロにはなってるんですけれども、ちょっと外しにくいっちゃ外しにくいですね。はい、インマニが外れたことによってですね、ちょうどエンジンの内部が見えます。こうやって、はい、あそこに見えるのがバルブです。どうですかね。まあここの状態じゃわからないですね。これが真ん中2番シリンダー、そして1番シリンダー。まあはぐってみないとようわからないな。普通にモンキーで外せると思います。あ、硬っ。そうなの。これ24ぐらい。あ、24だね。そんな硬かったっけな。ボロボロだやっぱり。はい、ノックセンサー外れました。はい、O2 センサーですね。O2 センサーはこれ頭がカプラでかいので SST を使います。で、はい、ラスペネちゃん吹いていきます。あの吹いてすぐとかはあんまり効果ないのかな。あの振動させるのがやっぱ役目なので、吹いてすぐ外すっていうのはちょっと多分あまりよろしくはないことなんでしょうけど、よろしくないというか意味がないのかな。ただあのオーツセンサーはそんなにこれも閉まってないので外れると思います。いやー硬かった。いやー硬い。え、そんなに硬いの。はい、これもですねラスペネ吹いて、あのちょっと、一晩二晩置いておこうと思います。硬かったな。はい、それではですね、エンジンのフロント側ですね外していきます。ここのパイピングですね、それからクランク、こちらも外していこうと思います。クランク外れるかな、うちのインパクト。コマは17のコマです。で、インパクト、アストロさんのですね、インパクトです。これが一番強いかな、うちでは。よっしゃ、行きまーす。外れてくれるかな。おお。すげー一発っていうかオイルがすごい。さてこれが普通に外れればいいんです。いやー外れる。これオイルが多分漏れてたんで、ほら外れる。このクランクはですねこうやって鍵っ子がついてます。で、向こう側見ていただくとそこに鍵っ子がついています。あの鍵っ子なくさないようにしておいてくださいね。あれ結構鍵っ子なくす、時もあるんですよね。どこ行ったかなって探さないといけませんので、あれ、重要です。ちょっと一旦これ内々しておきますね。外れたというのが分かっただけでもですね。で、こっちのガスケットなんですけれども、本当に綺麗にするためにはこのボルトをですね一回外します。ダブルナットかけてですね外すんですけれども、まあ自分はこのまんま外していこうかなと思います。
うん、あのスクレパーとかですね、あとカッターナイフで、やっていけばですね、まあ、地道なんですけれども外れます。ラスト、ラステネ振っていきます。まあ、今日でですね、3日目ですね。なので明日ぐらいちょっと外してみようかなと思ってます。はい、ラステネ振ってですね、3日ですね、勝ちました。まあ、ずっとずっと吹きながらですね、やっていったんで、ちょっとですね、まあ、外れるかどうか試してみたいなと思います。まあ、音声センサーぐらいはちょっと外れてほしいな。ちょ、緩まったぜよ。いいえ、うまっ黒。中にヒーターコイルが入っているからですね、まあその汚れを落とすぐらいでいいと思います。じゃあ問題のここから行こうかな。外れてくれればいいんですけどね。来た。いるんだよね。あー、緩んだ。緩むもんばい。よし、今度これいこうか。あ、来た。お、さすがラスペネバイ。ほら、緩んだ。見える？ほら、緩んだ。じゃあこれ、はい、ですね、触媒の上、3つのナットがあるんですけども、一番奥のナットがですね、ちょっと舐めてしまいましたので、ちょっとですね、ここタービンからのつながりのところ、こっちをちょっと外してみようかなと思います。ちょっと見づらいんですけれども、向こう側のボルトが、うん、いけた。おお、よっ、よいしょ、オッケー。はい、触媒外れました。まあ、ここ後ろ、これがね、外れなかったんだけど、これですね。いやー、中真っ黒やね。中真っ黒です。はい、とりあえずこのボルトですね、はどうにかして取ります。はい、まあ、とりあえず触媒外れました。はい、ちょっとですね、まだ清掃をしていないんで何ともなんですけれども、タービン、真っ黒なんですけれども、ちょっとですね、さっき触ってみたんですけれども、ガタがありません。うん、しっかり回ってる。ここにガタがあったらですね、もうちょっと自分も諦めようかなと思ったんですけれども、まあガタもないんで大丈夫かなと思います。しっかりこうピュンとピュンと、見えるかな、こうほら回ってるの分かります？ピュンプルンプルン。遮熱板の頭ですね、まあ飛ばすのは簡単なんですけれども、ちょっと悪あがきしてみようかなと思います。バイスプライヤーでガ
がっつり締めて、そしてあとはハンマーで叩いて外してみようかなと思います。せーの。お？あ、緩んでる。ほら、緩んでる。すごい。ラスペネすごくない？いやー。あー、でもちゃんと浸透してるんじゃないかな。はい、じゃあ今度これいきましょう。せーの。あ、え？外れてないか。ここはダメか。せーの。ダメか。ダメだね。しょうがない。じゃあ、あとこっち、これもやってみましょうね。これは、こうか。せーの。あー、ダメね。あー、ダメだ。こことここがダメ。頭飛ばすかなら、鋼を。もっともっともっと、嘘でしょ。あ、もっとすごい鋼で回ったよ。ほら、はい、外れました。これ中に浸透してなかったんかな。サビッサビっすね。じゃあラスト、これも鋼でいっちゃおう。あ、揺れてる。外れてんだよね。ほら、外れてるんじゃん。はい、外れました。インシュレーターのボルト3つ外れました。まあ、ただですね、これ序章に過ぎません。あと、ここ3つですね、外さないと、タービンが外れてきません。これもちょっとラスペネ振っとこうと思います。ひびもなければ割れもない。まあちょっと外して裏側見てみないとなんともなんですけれども、まあ大丈夫なんじゃないかな。よし、じゃあとりあえず3つのボルトちょっと外してみましょう。お、なにこれ外したっけ。あら、これ緩んでる。ほら、もう緩んでる。なんで一回も外したことないのにな。よし、あ、よか。これおかしいな。どれが2箇所緩んでる。一回回しとったじゃない。いやいや、今までこれがここにあったわけです。絶対にやれてんじゃん。で、この車前一度外しとるわけじゃないもんね。うん、ないと思うけどね。うちのも純正やし。オッケーオッケー、これでタービンが外れる。うん、バキュームセンサーと一緒に行け。あー、長かった。オッケー、タービンが外れる。はい、タービン外れました。まあ、オイリーなだけでそんなに悪くないんじゃないかなと思うんですけれども、まあいいでしょう。分解してみます。タービン外れました。はい、エクゾストマニホールドですね。さっき上側から見たんですけれども、今度は下側から見てみましょう。別段亀裂等もないですね。綺麗なもんです。まあ、綺麗かどうかわかんないですけど、亀裂等もないので、この、エクゾストマニホールドは使えます。ただ、めっちゃ真っ黒。
よいしょ。じゃあ今度これ、うん、まあ削りながら、ただこの場合が俺がもう持てる場所が少ないけん、そう、ちょっと一回削ってみる。これが今削ってた。これもこの角度。どこに飛んだんや。ほら、頭だけはいけそうね。遮熱板取れました。まあ5箇所のうち4箇所だけでもいいやろうし、でボルトとナットは今度はステンレスかなんかにしようかな、錆びないように。真ん中2つが六角かな、うんうん、あ、いやこっちやっぱ閉まってないわ。ああ、閉まってない、全然閉まってない。はい、駅前に外れました。ひび割れ、まあ、クラックですね、入っていません。裏もですね、入っていません。まああのそんなに何回も言ってるんですけど、黒缶とかですね、スノーアタックとかしてないので、そんなに、うん、これうん、大丈夫ですね。はい、これはですね、一応再利用できる感じなので、これはですね再利用していこうと思います。はい、前側のウォーターポンプはですね、ボルトが 1,2,3,4,5 個ありますので、それを外せばですね、外れてくると思います。はい、ウォーターポンプ外れました。想像していた以上にサビ見えますこれか。そして向こうこれ使えるかな。はい、このサビすごいな、色が。これエンジンバラしたいけどエンジン使えないっていうことないよね。うわー、これ見えるかな、この蓄積この沈殿、そしてサーモスタットこんなサーモスタット見たことないよ。うわ、これすごい、これ使えるか、これ使えないじゃないのかな。
はい、そしたらですね、サーモスタットケースのこちら側がこのように動きますので、そのまんまですね、ふーっと、オイルクーラーですね、外れました。で、オイルクーラーですね、よく JB 兄さんで悪くなるこのオイルクーラーのオイル漏れなんですけれども、ここのオレンジ色のパッキンありますね、これが、へたって、オイル漏れを起こすということもありますし、これはなかったんですけれども、これバンジョーボルトになってるんですけれども、このバンジョーボルトの根元にもパッキンがあります。これはまだ へたってるんですけれども、ここからの漏れはあんまりなかったので、この車はまだまだ大丈夫だったんですけれども、JB2 さんのですね、オイルクーラー、交換される時にはですね、交換とか外される時にはここのパッキン2つですね、交換されておいた方がいいと思います、はい、でこうなるとですね、このサーモスタットケースがぐるりんぱとこっちまで行きますので、あ、ちょっと見にくいかな、はい、ここぶさっとぶっ刺すことができます。ちま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 取り寄りかある、きれいきれいにすれば使えると思うんですけどね、はい、ウォーターポンプ、それからサーモスタットケース同時に取りました。ここのですね、これがもう2つともこうグニグニ動くんですけど、中にこのパッキンがですね入ってるんですけど、もうサビが凄まじいんでしょうね、キーキーっていうの。とりあえずですね、このサーモスタットケース、ケースじゃないな、ハウジングかな、それとサーモスタットケース、はい、外れました。はい、ちょっとですね、ゴムハンで叩いてみようかなと思います。外れないと思うんですけどね。はい、それではですね、セパレーター打っていこうと思います。どこからでもいいんですけれども、簡単にここぐらいからいきましょうか。どういうこと？もう外れた。ちょっと待って、どういうこと？おい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 、これ一回外してんのかな。ちょっと外してみます。はい、オイルパン外れました。いやでも1種類しかないな。綺麗に剥がして塗ったかもしれないけど、でもなんか塗り方的には純正っぽいな。ここら辺の均一感か、パッキンは純正だと思うんだけどな。液体パッキンなんですけどね。とりあえずオイルパン外れました。一回外したか外してないかっていうのはちょっともうわからないですね。本当はですね、これオイルパン、セパレーター買ってきて、ずっとコン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 って剥がすですね、動画を多分撮るんだろうなと思っていたんですけれども、全然そんなことなかったですね。エレメント綺麗。はい、それではですね、オイルストレーナー、外していこうと思います。はい、外れました。オイルストレーナーです。で、この後ろですね、パッキンがあります。はい、このパッキンですね、忘れがちなので、気をつけておいてください。このパッキンですね。はい、それではですね、タペットを外していこうと思います。はい、これ8のボルトですね、8ミリのボルトで外していきます。あれ、これなんでだろうな、これところどころ綺麗ではないよ綺麗ではないんですけど、なんかそこまでうわーっていうほどじゃないです。あ、でももう
パペットカバーのこのパッキンもそうなんですけど、ここももうパッキパキっすね。弾力がもうない、こことか、うん、これはちょっとやっぱ入るな。はい、タペットのカバー外れました。プラグはですね、一番最初に1回外しているので、多分、はい、それではですね、ヘッドカバー外していきたいなと思います。ちょっとクランクが邪魔なので、クランク先に外します。はい、ですね、外側10だったり12だったり、ボルトがありますので、斧外していきます。でこのですね、カム線、これも外さないと外れませんので、あとここの12ですね。はい、それでは外していきたいなと思います。チェーンカバー外れました、うん、ここら辺やっぱ少し焼けてる、まあオイル焼けっていうかそんな感じなんですけど、で、JB23 のチェーンカバーですねは、ここにオイルポンプが入っています、トルコイド式のオイルポンプですね。はい、チェーンカバー外れました。はい、それではですね、今からクランクを回して、アイマーク、クランク側のアイマークを合わせてみたいなと思います、そうするとですね、カム側のアイマークがおそらく合ってくると思います、これでですね、まあ、チェーンが伸びていないか、ちゃんとタイミングが取れているかっていうのをですね、まあ、確認します。はい、それではですね、ちょっとクランクを回していきたいなと思います。はい、クランクが今上に合ってるんですけれども、マークがですね、今ちょうど上に行ってます。はい、これですね、圧縮上支点になってますので、排気上支点の方に、動かさないといけませんので、なのでもう一周ちょっと回していきたいなと思います。はい、クランク、これがキーになります。このキーと、まあ、向こうのですね、アイマークが、まあ、一直線上だと思うんですけれども、この状態で上のカムを見ます。この2つのカムですね。はい、でこのカムを真正面から見ます。はい、真正面から見た時にですね、この位置が真正面かな、なんていうんですかね、ちょっとずれてますよね、ちょっとだけ。でこっちはまあドンピシャかなと思うんですけど、排気系はドンピシャなんですけど、この空気系が真正面から見るとちょっとだけずれてる。真正面から見るとですね、こっちから見るとほらこうドンピシャなんですけれども、今これ斜めから見てるんですよね。でドンピシャまっすぐから見てみると、これがドンピシャまっすぐなんですけど、ちょっとだけずれてる。おそらくこのまんま使っても問題はないとは思うんですよ。まあちょっとですね、ガイド外してみて、まあ摩耗していればガイドも交換だと思いますし、テンショナーもですね、動きが悪ければちょっと交換になってくるので、うん、ちょっとですね、ここをバラしていきたいなと思います。はい、それではですね、今からこちらのエンジンのバルクリーですね、バルブクリアランスを測っていこうと思います。で、こっちのですね、K6A のエンジン、ジムニーのエンジンなんですけれども、こちらはですね、3型のエンジンです。で、3型はですね、前期のエンジンになってきますので、バルブクリアランスがですね、インテーク、エキゾストともに、0.18 から 0.23 の間、これが基準値になってきます。で、その厚さをですね、測るのがこちらシックデスゲージと言います。で、これですね、 0.02mm からですね、 1.00mm までの間のシックデスゲージなんですけれども、こういったですね、例えばこれは 1.00見えるかな、 1.00、 はい、これは1ミリの厚さの、まあ、板という形になっていきます。
で、一番ちっちゃいやつがこの 0.02 ですね。これは 0.02 ミリの厚さのシックネスゲージなんです。これめっちゃペラペラなんですよ。こんなほら、はい、こういったですね、いろいろな厚さのですねゲージを組み合わせて、先ほど言った 0.18 から 0.23 で計測していくといった形になってきます。で、計測できるですね、まあバルブクリアランスの場所なんですけれども、カムが、一番こう上向いてますよね。今インテークの2番、それから、エキゾーストの2番、こちらもバルブクリアランス測れます。カムの頂点が上を向いているからですね。はい、カムが頂点を向いているこの隙間、シムとカムの隙間、ここを測っていきます。はい、ちょっと角度的に本当はこう真横からなんですけれども、ちょっと計測していきたいなと思います。見えますかね。この間に入れます。あ、入りませんね。はい、入りません。向こう側は、あ、こっち側は入る。わかります？こう見えるかな。ここがこうスーって入っていくの。はい、わかりますかね。スーって入っていく。で、向こう側は入りませんでした。入りません。カツカツって止まります。ということは、この2番インテークのですね、2番シリンダーの、向かって右側の間のクリアランスは、0.23 は入る、そしてこちらは 0.23 は入らないといった形になっています。ということは 0.23 よりも、狭いので、とりあえずここは基準値内になってきます。でこっちは 0.23 がスルスル入るということはですね、0.24 が入れば基準値外になっていきますので、このシムをまあ調節する、まあ、実際にこう交換するんですけれども、そうやってバルブクリアランスを作っています。はい、これで 0.04 と 0.20 が組み合わせれば 0.24 の、シックネスゲージが完成します。これでですね、ここ入れてみましょうね。あ、これですね、今絶妙にいい感じで入りました。これですね、まあ、自分たち今のですね整備士さんたちがこう教わってるのかどうかがちょっとわからないんですけれども、ここの入る感覚がですね、この感覚が羊羹を切る時の感覚、羊羹をズーっていう感じはい、つまりこれ多分今いい感じなので、このバルブクリアランスは 0.24 という形になっています。でこのやつをですね、この全部のバルブのところでやらないといけないということになってきます。人によってはですね、もう全面バラしてしまって、で綺麗綺麗にして、測定する人もいるんですけれども、まあそこは人それぞれかなと思います。僕は一回この状態でですね、バルブクリアランスを測っています。はい、それではですね、全部のバルブクリアランス測っていきたいと思います。はい、計測した結果ですね、このような形になりました。まあ0.18 から 0.23 の間であればですね、とりあえず基準値ではあるんですけれども、まあただ0.24 っていうのが、ちょこちょこありましたし、限界値ギリギリの 0.23 というのもありました。それからですね、インテーク側の3番シリンダーの奥側ですね、まあ、バルブで言えば一番奥側になるんですけれども、これだけがですね、ちょっと 0.28 と、まあ、大きかったということになってきます。はい、それではですね、まあ、バルクリですね、測定し終わりましたので、今からですね、チェーンですね、の方を外していこうかなと思います。はい、これがですね、チェーンのオートテンショナーになってきます。ここからですね、ちょっと油圧が、はい、ここの部分ですね、から油圧がこうかかってですね、これを押していくっていった形になるんですけれども、動き的にはスムーズっちゃスムーズですね。
はい、テンションレールが外れました。まあ傷ついているわけでもないので、はい、このテンションレールはですねそのまんま使用したいなと思います。動きもいいですからですね。はい、ガイドレール外れました。傷がありませんのでこれもですねそのまんま使用したいなと思います。はい、それではですね、チェーン外していきたいなと思います。もうプルンプルンですので、はい、チェーンがですね外れました。はい、それではですね、同じようにもう一度外していきます。すべてのですね、カムホルダーのボルトが外れました、ここからですねこのカムホルダーを取っていくんですけれども、どれも硬いな。あのスッと外れるや、あ、そうですね、こうやってスッと外れるやつもあれば、ちょっと硬いやつもあるんで、カムをですねちょっとこう動かしてあげればですね、はい、こうやって動かしてやればこうやって、はい、外れてきますので、すべてのですねこのカムホルダーを外していきます。このカムエキゾスト側を外したんですけれども、ここにですね E の4って書いてますよね。ここ見えるかな、これ見えるかな、 E の4、はい、これエキゾストの4番目、はい、カムのエキゾスト側の4番目、これがですね位置と考えて、エキゾストに E の2、E の3、E の4ってあります。こっちは I、 つまり、インマニですね、あ、インテグですね、はい、I の2、I の3、I の4ってあります。で、これちょっと見にくいな、外れるかな、はい、この E の3、これ見えますかね、 E の3 で、 E の3でここに矢印があります。ちょっと見えづらいかもしれません。E の3の下に矢印があります。はい、この矢印が、エンジン側、エンジン側じゃないな、カム側、前側ってことですよね。はい、前側になっていきます。なのでこれを反対に取り付けないようにしてください。必ず矢印が向こうを向いてるですね。はい、ギアですね、ベルトの方を向いてますよ、チェーンの方を向いてますよといった形になってきます。はい、それだけ気をつけておいてください。はい、それではですねちょっとカムを外していきたいなと思います。まずはじゃあインテーク側の方から外します。で、インテーク側とエキゾスト側のカムなんですけれども、ちょっとですね見分けがつきません。はい、見分けがつきませんので、必ずですね何か、印をつけといてください。自分はですね、はい、まあ、このように、インテークのところにですね、なんか印を打ってます。はい、エキゾストですね、何も印を打ってません。はい、エキゾスト側のカムですね。まあ多分、白煙の刃はですね、最初だけじゃなかったので、おそらく腰下のですね、まあ、ピストン系だと思うんで、まあバラさないといけないんですけれども、はい、でですね、今からこのシムを取っていきます。これをですねちょっと取っていくのがめちゃめちゃ面倒です。手で取っていくのはですね、はい、ただですねこういった、まあ、磁石ですね、でまあポンってやれば簡単に取れます。はい、これがですねタペットになります。で、上についているのがシムです。はい、ですねタペットとシムが外れました。はい、で、タペットに、シムがですねこうやって重なっているといった形になってきます。で、このシムのですね裏にこう番号が振ってあるんですよね。見えるかな、256と、
でこれ256なので2.56ミリかの厚さのシムっていう形になってきます。バルクリですね、バルブクリアランスがどれだけ狂っていたかによってこのシムを入れ替えていきます。はい、なのでこれはですね、同じところ場所をですね間違わないようにちゃんと、管理しておいてください。インテーク側の一番、3番シリンダーの端っこですね、一番、外側のタペットとシムということになってきます。なので、外した時にはですねこれシム一緒にしておいた方がいいです。で、組み上げる時にはですね、きれいに脱脂してくださいね。パーツクリーナーでおのおのをきれいに洗浄した後にこれを重ねてください。はい、でそしてまたはめ込んでいって、バルブクリアランスをですね、調節していくといった形になっていきます。はい、それではですね、全部のタペット取っていきます。はい、すべてですねタペット外しました。この状態でやっとですね、このヘッドボルトにアクセスができます。はい、それではですね、シリンダーヘッドを取っていこうと思います。で、シリンダーヘッドなんですけれどもここに見えている8つのボルト、シリンダーヘッドボルトによってですね、取り付けられております。で、これですね頭は10ミリなんですけれどもよく見ると、12角になってるんですよね。はい、ちょっとピントが合わないですけどすいませんね。12角の10ミリです。で、特殊工具という感じでもないですとホームセンター等に行けばですね、あると思いますので。はい、それではですね今からシリンダーヘッドボルトを外してシリンダーヘッドを取っていきます。で、外す順番なんですけれどもこれもですね、ガムを外したと同じ要領です。外側からですね、こうか、外側から順番にこう外していくといった形になってきます。で、一気に外すんではなくてですね、最初にちょっとだけ緩めます。そして完全に緩めていくといった形でやっていきます。結構硬いですから、舐めないようにですね気をつけてください。はい、ちょっとだけ緩めたんで次、ある程度緩めていきます。はい、ボルトですね、ゆるゆるになっておりますのであとはですね、普通に外していっていいと思います。ボルト外していきます。はい、シリンダーヘッドのボルトですね、外しました。はい、そうしたらですね、シリンダーヘッド外れると思います。ちょっと外してみよう。じゃあ外します。ちょっとオイルが出ちゃうかもしれないんですけど、よいしょ。やっぱりね、ちょっとこっち先にこっちを見てもらおうかな。ちょっとオイルが出ちゃうかな。はい、ガスケットこっちについてますね。でもうサビサビなのが分かりますでしょ。はい、でどこもかしこもウエッティです。はい、ピストンとシリンダーですね、ちょっとあのオイルがついてるのは僕が傾けて、こぼしちゃったやつなんですけれども、このモータージャケットこれやばいっすね。サビッサビ、うわー、これ使えるかな。あー、シリンダーにですね、シリンダーには傷はない。このちょっと一番ちょっと見えないんですけどね、圧縮上下になってるんで、これですね、ちょっとこう傷がわーって見えるのはですね、あのクロスタッチって言ってわざとこういった形になってます。まあ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 、ここまで来たんでですね、全バラしたいと思います。少し下も全部外して、この後ですね、ひっくり返して、コンロッドを取っていこうと思います。コンロッドというかですね、コンロッドとピストン一緒にですね外していこうと思います。はい、じゃあですねちょっとガスケットですね外してみましょうか。
の裏も知りたいですもんね。気になるところだからですね。せーの。シリンダーヘッド、綺麗。綺麗じゃないけど、そんなに悪くないですね。いや、表は綺麗だったんで、裏かなと思ったんですけど、裏も綺麗に当たってる。もしかしたらヘッド歪みないのかもしれないですね。まあ、ちゃんと歪みテストはちょっとしてみるんですけれども、ストレートエッジ使ってですね。意外と意外やヘッドガスケットは綺麗、抜けはないな。ただですよ、まあもうここ見て分かる通り、全部のウォータージャケットっていうかウォーターラインがですね、もうサビサビなんですよ。なのでこのまんまですね使っていても、またサビがですね、サビを読んで、エンジンダメになるぐらいだったらですね、やっぱり一回、分解した方が良かったと思います。バルブもね、吸気のですねバルブはですね全然問題ないんですけれども、排気バルブですね、まあ、ジムに弱いんですよね、やっぱり、この2番とかがですね、特に熱持つからですね。なので排気バルブだけは交換した方がいいかなとは思うんですけれども、まあ、様子見ながらですねピストンの方外していきたいなと思います。コンロッドを止めているキャップなんで、そりゃ硬いっしょ。どうかな。ちょっと傷が入ってる、見えますかね。これ、1番のですねコンロッドのメタルになってきます。ちょっとここら辺線傷ついてますよね。オイル交換しないとやっぱりこういうところですね、ダメージつきます。ピストンを外していきます。はい、外れました。ピストンです。やっぱりこっちのメタルも少し傷がある、傷がありますね。こっちはここのガタはない、ちょっと光の加減でわからないと思うんですけれども、ちょっとこう縦に傷がありますね。はい、トップリングですね。それからセカンダリングのこっちはちゃんと膨らみもあってですね、動きもいいんですけれども、このオイルリング、下のオイルリングですね、もうびっちりオイルが詰まってます。これが、白煙の、原因ですね。このオイルリング、このトップリング2つはですね、まあ、圧縮ですね、に、まあ、作用というか起因するんですけれども、このオイルリングでですね、まあ、オイルを、まあ、かき出すんですけれども、これがですねもうこんなガッチガチに詰まっていてるとダメですね。でもう何ですかね、こうトップリングセカンダリングみたいにですね、くるくる回らないというか、これ全く動かないので、これもうガッチガチ状態ですね。これはやばい、これはもう白煙吐きますよね。ちょっと他のですね、まあ、ピストンも見てみましょう。2番はまだいい、2番のメタルは綺麗ですね。これ2番のピストンなんですけれども、縦の傷っていうのは1番ほどないかな。縦の傷っていうのは1番ほどありません。ただこれも同じですね、トップリングはこう動きます。はい、でセカンダリングも動きます。ただこの、オイルリングですね、このオイルリング先ほどと比べるとまだ隙間が空いてる、まだ隙間が空いてる。動かせば多分外れるかな。外れない。外れませんでした。2番もダメですね。
3番目のですね、キャップについているメタル少しこうカッて削った跡があるし、この角度で見えるかな、少し縦に傷が入ってます。で、お約束のトップリングセカンダリングは大丈夫なんですけれども、オイルリングですね、こちらもこちらもびっちり、そしてがっちりですね、びっちりがっちり状態、全く動かない。はい、それではですね、一度、簡単に緩めましたので、あとはですね、全部緩めていこうと思います。はい、ボルトですね、全部取りましたので、あとはこれが外れてくると思います。ちょっと上だけで固定してるんでですね、あれなんですけど。よいしょ。よっ、こいしょ。お、これメタル。見えます？このクランクメタルめっちゃ綺麗。このクランクめっちゃ綺麗っすよ。これでやっとクランクが外れる。よいしょ。お、ああ落ちちゃった。はい、クランクシャフト摘出しました。やっぱクランクシャフトが一番重たいですね。で、ここのですね、ジャーナルの部分なんですけど、めちゃんこ綺麗ですね。クランクはめちゃんこ綺麗。まあジャーナルの部分がこんだけ綺麗なんでですね、もちろんこれは再利用できると思います。クランクシャフトはやっぱりそこまでやっぱ悪くならないのなのかな。もっとひどいですね、オイル交換メンテナンスしていない車はおそらく、ここのクランクのメタルのところもやっぱりダメになってくるんでしょうけど、これはもう全然 OK やな。はい、こんな感じでですね、とりあえずエンジン、分解できました。うん、はい、あんなにですね大きかった K6A のですねジムニーのエンジンがこんなにちっちゃくなりました。これシリンダーブロックなんですけれども、今からですね、バラバラにした各部品ですね、エンジンの部品を一つ一つ洗浄してですね、使えるものは使って、使えないものは交換するといった作業をやっていきます。僕が一番心配しているのはオーバーヒート、歪みですよね。シリンダーブロックの方の歪み、それからシリンダーヘッドの方の歪み、これを測定していかないといけないと思います。で、おそらくこっちのシリンダーブロックの方はですね、そんなに歪まないんですよね。こっちの方はほとんど歪みません。やっぱり歪みがあるのはシリンダーヘッドの方ですね、の方がやっぱりどうしてもこう歪みが、多く出ちゃうところではあるんですよね。なのでちょっとですね、その歪みの測定をして、問題なければ、次は洗浄というのかなと思います。で、オーバーヒートさせてですね、これもうサビサビのエンジンなんですよ。この中のウォータージャケットだったりウォーターラインがですね、ちょっとサビサビの状態なので、そこがその洗浄によってどこまで落ちるのか、これによってはですね、このエンジンが使えないかもしれません。そのサビがきれいに落ちてくれればですね、いいんですけれども、そのサビがですね、ちょっと落ちなければもしかしたら中古のエンジンとかリビルトのエンジンとか
まあ、そういったところを、まあ、考えていかないといけないのかなといったところではあります。まあ、リビルドを買うにあたってもですね、こうバラバラにしちゃってるんで、ある程度組み上げてですね、ベア状態にしないとこうリビルドとですね、交換といったことができませんので、まあ、リビルドの考える頃にはこれがちょっと組み上がっていくといった形にはなるんですけれども、まあ、とりあえずは測定ですね、測定をしてみて、まあ、基準値内であれば、その次に洗浄していこうかな。そして、サビがどれぐらい落ちるかをちょっと様子見ながらですね、このエンジンを使うのか使わないのかですね、ここまでバラしちゃったんですけど、やっていこうかなと思います。まあ、とりあえずですね、エンジンがバラバラになったということでですね、ここまでで一旦ですね、ちょっと動画の方、切りたいと思います。今後ですね、このジムニー、このエンジンがですね、どうなっていくのか、チェックしていただければ幸いです。ご覧いただきありがとうございました。